九州の二人が取ります。レースは3周目から第4周回、まずは後方からどうやら抑えそうです。川村尾野、そして佐々木明彦3名が外から抑えまして、まずは中段8番鈴木を抑えます。内側から8番鈴木の方が下げます。さあ3番手外は9番の川村浩二、前の方は2番小島雅昭、抑えました9番川村浩二、外から叩いたのが4番荻原直人が叩きます。さあ北の2名が叩きまして、今度は外からかましていった8番は鈴木宏、マークの林内、難関両名がかまし先行です。かました難関勢に切り替えたのが北の2人、荻原直人と3番は佐々木健二。さあ川村浩二はまくり勝負、中南5番手マークは小野俊之と佐々木明彦、関東両名は8番手から9番手小島と足尾です。中段からまくった9番川村まくっている、3コーナーから2センター、鈴木宏と林雄一、難関での上から9番の川村小島、さあ中をつきました小野俊之、大外からは2番の小島正明です。地元の小野俊之